はい、今ご覧いただいております映像は、聞こえよく言えばね、60年もののヴィンテージ 1K の K の空間、すなわちキッチン側の部屋でございます。昭和の喫茶店をイメージしてチューニングしてきましたが、棚にある電子レンジがね、貴重なコンセント一つを占領してるくせに、もう何年も働いていないことに気づきまして、とある家電製品に選手交代させるついでに、作り付けの棚を新たにチューニングすべく、今日も懲りずに投稿している次第でございます。まず今の棚を撤去してですね、そこの壁全体に板を張ってどこでもビスが効くようにするのですが、色合いといいね、謎の字とか記号もインテリアとして機能しそうだったので、これを選びました。じゃあさ、せっかくだからこの地味な壁も景気よく塗っちまおうぜ。わっしょいわっしょい。おお、それはまた大胆な発想ですね。じゃあ壁についてたものを一旦6畳に、全部避難させましょう。してるの？え、ナンシーさんがわっしょいわっしょいって。棚周りだけでよくない？いや、この状態になってからの発言とは思えませんが、もう後には引きませんよ。よっしゃ、そうと決まれば私がアマゾンでペンキをぼっちしてやるわ。隠れ家らしくね、土壁みたいなのがね、渋いと思うのね。ほら、あれ、なんていうの？漆喰ですか？そうそう。あ、こんな感じ、こんな感じ。色はね、黒がいいと思うわ。ナンシーさん、これは、け、い、そ、う、ど、けいそうどですよ。けいそうどって言ったら、キャンセルが以前加工して使ってたバスマットやん。っていうか、この大量のブロック何の意味があんの？確かに。マットを切るよりブロックを撤去する発想がなぜなかったのかわかりませんが、ここもすっきりさせましょう。この時にイメージしてた養生はですね、ちょっとしたペンキを塗る軽い気持ちでやっていましたが、結果的に言いますと、この珪藻土を塗る作業はですね、左官工事に近いものがありまして、もうね、ボトボト床に落ちるんですよ。なので床をメインに養生する必要があったのですが、もう後の祭りでして、床が黒の珪藻土で泥んこになりました。
まあね、乾く前に水拭きすれば全然きれいに取れますんで、そこは心配ないのですが、なんかね、足でぐにゃっと踏んでしまったり、服についてしまったりで、汚れるたびに気分がどんどんアンダーになっていくのを感じたので、もしチャレンジするなら、床の養生と雨がっぱでの施工をおすすめします。ご覧ください。こちらが珪藻土のペンキです。よく混ぜろと注意書きにありました。感触としてはどうでしょうね。粘り気のあるモルタルといった感じでしょうか。ではでは塗ります。パレットは必須なので仕方なく買いましたが、コテは家にあった表面がゴムのやつを、使い回しました。Amazon の商品紹介ではローラーを使った写真が紹介されてましたが、今回だけのためにね、買うのはもったいないので、このコテでチャレンジです。どうでしょう、20倍速でお送りしております。こうして倍速で見ますとうまく見えますし、なんか気持ちいいのですが、ただね、この20倍速ってのは結果的に1時間以上の動画を投稿するのと一緒でして、しかも今使ってるこのファイナルカットプロという動画作成アプリが容量をめちゃくちゃ食うアプリらしく、今年何本か投稿しただけで早くもね、新品のパソコンのくせに容量がピンチでして、だったら今まで使ってた iMovie の方が良かったわと。まあ、ファイナルカットプロってのは iMovie の後継者みたいな存在なので、いろいろとですね、洒落たことができるんですけども、所詮はネタ動画なんでね、次回からは iMovie に戻そうと思っております。1テラでは全く足りないアプリです。日を置いて乾いた場所と塗ったばかりの場所の違いがはっきりわかるかと思います。この色はスモークと言いまして、照明が明るいと灰色が際立ちますが、実際はですね、限りなく黒に近い灰色です。くっちゃべってるうちに復旧作業および棚の作成に入りましたが、乾くのを待つのが面倒なんでどんどん進めております。これで珪藻土マットもゆったり使えますね。後で、ちょっとはみ出てる配線を整理します。ご覧ください。コーナンプロで購入しました畳1畳ほどの板を張っております。この上から棚を支えるアングルを取り付けていきます。今回は高さ調整可能の棚を計画しました。キャンセル、あなたが必死こいて塗った珪藻土の面積がほとんど隠れてしまっているわ。ねえ、ここ塗る必要あったの？解説します。これは賃貸の壁に珪藻土を塗るという背徳的な行為に対する罪悪感と持って生まれた小心者の心によってですね、
頭が半パニックになってしまいましてね。で、気がついたら塗っていたんです。でも、ナンシーさんが2缶買ってくれたおかげでですね、ぴったり使い切ることができました。と言ってるうちに棚が完成して置物を陳列しておりますが、冒頭言った撤去した電子レンジの後継者とやらをここでですね、ナンシーさんがご紹介します。説明しよう。これはウィルファというノルウェー産のコーヒーメーカーなのだ。北欧の国といえば家具家電のデザイン性の高さが有名だけど、まるで科学の実験みたいなこの機械、すごいのは外見だけじゃないのよ。コーヒー文化が根付く北欧だけにね、性能がパネーニャ。まずね、飲む量に合わせた分量を適正に入れてセットしよう。入れる基本は水の量に対するコーヒー豆の比率、お湯の温度、そして抽出する速度、それらをすべてこの機械は管理するの。すべてセットしたら、あとはボタンを押すだけ。タンクの水が機械の底をくぐってね、タワーを登っていくわ。その間、水はコーヒー抽出の最適温度とされる92度から96度まで一瞬でね、温められんの。すげえ。そしてあらかじめセットしておいた抽出速度に合わせてね、コーヒーが溜まっていくの。電源を入れたままならこの上でね、1時間保温されて自動的に切れるわ。この機械はね、ウィルファがデンマークの有名デザインチームデザインピットのハース
インデックスを主任デザイナーに迎えて、バリスタ世界チャンピオンと共同開発した北欧のコーヒー文化がね、生んだ奇跡のコーヒーメーカーなのよ。はい、ナンシーさん、熱い解説ありがたかったのですが、残念ながらこの国ではまだ家電のデザインやコーヒーをそこまで深く楽しむ感性はなかったらしく、もう日本での輸入が終わったと係の者から報告がありました。